ごきげん、いかがでしょうかバドンカドンクのポッドキャスト。Oh, that's a b a d は n k a d ド n k はい。もう、いらんっていうな。<laughs> 今もう終わったと思って、はいって、スタートしてやん。いや、あとでくる、ちょっと時差でくんの、よだれがいらんわ。<You know? S 2> 普通にバドンカドンク来てんねんから、なんでそこで時差生まれんねんいや。Yeah. あのー、ちなみに、バドンカドンク、なんか、うん、知らない人もいるかもしれないじゃん、その言葉。 はいはい確かにね。まずバドンカドンク。うちらがバドンカドンクね。<Yeah. S 1> それはコンビ名なんだけど。<Yes. S 1> バドンカドンクってじゃあ実際何なのかと。Uh, とてもジューシーなお尻。ジューシーなお尻いェ、yeah. とてもこれしかもこれ褒め言葉。うん、ものすごくでかい。もう正直太いお尻。<laughs> 太いお尻っていうとなんかまあ、まあ、そのホーなね <Yeah. S 1> こう エロい素敵なお尻ってことやろ Yeah, でちょっとセルライトがついてる。You know what あ、いいや。Yeah, <ィ>アメリカ人好きなんだよ、それ。えー、yeah, all natural, baby. それさ、そのでっかいお尻っていうのはさ、uh huh. あの野球選手とかもな、バーンってあるやん。Oh, yeah. あれもさ、お、oh, ー、バッドンカドンって言っていい Yeah, like number 42.、42。ショエ・オータニーって、あの、ロス どちら、その、みんな、oh damn、that's a badonka d o n k 言っていいの。大谷翔平も badonka don't なんや。yeah, I think that's a japanese badonka d o n k ええ、まあ、でも、確かにね、素敵なお尻してるけど。いや、いや、いや、まあ、これが我々の、コンビ名です。うん。あんま言ってこなかったもんね、確かに。yeah、うん、まあ。なんか言った方が。これ、これからのために。うん。and I'm saying yeah。覚えてください。all right。badonka というコンビ名です。 Yo, um, 何 Yo,、uh, 何話す今日,は今日はね、そう、あのー、私さ、ちょっとめっちゃ気になったことがあって、uh huh. あのダニエルんちでさ、uh huh. 最初、なんかポッドキャストとかやってたやんか。ああ、いやいやいや、うん、やってたな。で、行ったときになんか気になるもんがあってな。Uh huh. あのーなに いや,いやなんか今ちょっと変な汗出たら家でいろんな変なものあるからええぼぼぼぼぼちょっっと待って今<こ>ライブだから今ここで言うっていいことしか言わんしあでも空気読めない日本人もおるやんやめろや勇気と違う私読めない方かもおい怖い <laughs> 読めない方やけどいや,オーケーいや違う違うなんかあのー、なんやろサービスエリアとかで言ってるお土産みたいなのがあってさあのー 飾飾り飾りそう、家のさかなんか壁とかにさあ,<え>あったのよ、うん、で私い一応ちゃんと調べてきてんけどさ、うんえうん、あの、ドリームキャッチャーっていうやついやいやあれあれ飾りじゃねえよ いやいやなんかだってそのなちょっとみんなも調べてほしいねんけどあのコースターになんか羽生えたみたいなさオーマイガー悪口やんいや悪口じゃない悪口じゃなくてなんかちょっと待って俺のあの民族の人たちにちょっと謝れ <laughs> いや、じゃ、悪口言ってないで、悪口言ってないんですよ、皆さん、ちょっと勘違いしないでください。一回ドリームキャッチャーの形、<laughs> もう一回言って、だから、そのなんか、コースターみたいなのに、こう、羽が生えてるみたいな。<laughs> めっちゃ、もでも、悪口じゃん、<口>コースターじゃねえよ。悪口,悪口じゃない、だって、日本のサービスエリアにも、なんか、そういう、なんか、狐の毛みたいな、売ってたりするからさ。ドリームキャッチャーの上に、ビールを、乗っかねえよ。<う>乗っかねえよって、乗っけねえよな。<laughs> どこ間違えてんねん。乗っかねえよ。やめよ。<laughs> あれはさ。 まあ、一応ちょっと調べたと言ったけど、何なんその、ドリームキャッチャーって。ドリームキャッチャー。あ,ーあれはね、うん、悪い夢を奪ってくれんの。うん、あだからさ、俺の家に、うん、壁にあるやん。うん、かけてた。それ、枕の頭奥上に置くの、うん、ドリームキャッチャー。基本は。うんじゃあ、あんたん窓際を。 頭にいや <Yeah. S 1> <laughs> ないやいやそれは何な,んなんそのアメリカみんなそれするみあいやいやそうそうそうそれあネイティブアメリカンのものネイティブアメリカンいや、yeah, あのー、なんかあ<ー>コロナイズ白人があのー、最初の民族を殺して、うん、土地を 盗む前のアメリカ人言い方事実やねんけど言い方を気をつけなさいよあんただからまあ日本ではインディアンっていういやいやこれはね細かいけど白人はネイティブアメリカンって言うんだけど入ってる中は俺たち本当の人たちはインディアンっていうのへえじゃあうちらは すごくそっちを重視してるというか。いやいや。よかった。そうそうそう。俺、白人と話すときはネイティブアメリカンっていうんだけど、インディアン同士とかは、なんかインディアンっていう。その違いもなんなな気になるけど。あのな。n そうそう、インディアンの文化。ええいや可愛らしいね本当に。なんか、あの、コースター、違う違う違う。It's not a coaster じゃねえよ。まだ続けるやん。コースター、みたいな。なんかこういう輪っかで、まあちょっと映像を見てる人ね、輪っかで、み網み。 みたいなネットみたいな感じで下にこうちょっと羽がパパパ鳥の羽みたいなつけてさかいなとは思ってんけどそんなかいんだただ調べた時にドリームキャッチャーって名前やったからちょっとごめんなダサって思ってえっ違うちょっと思ええ何日本人の頭からしたらその英語ダサいって思ってんのドリームキャッチャーってすごない お前らによ,よく言えんなお前らどんだけ英語間違えてその看板とかに「like, <や>スーパーダンディーナンバーワンプレイヤー」とか変な英語書いてあるのによく言えんな、はい、ごめんなさいそれはその日本人代表して英語の使い方間違ってのは謝るけどそのそ本場の方々が「ドリームキャッチャー」ってああそのなんかドリームキャッチャーっていうその、うんやろう 夢をつかもうぜみたいな。いやいや、オッケーオッケー、そういうドリームキャッチ r じゃない。その頑張ろうつ、なんか夢をつかまえようじゃないの。これは寝てる時に、ああ、トメやね。悪夢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 は聞いたことある。それはデビル。ああ、オッケー悪夢。悪夢。もうナイス。初めて。 日本語勉強にもなんな、このポッドキャスト。よかったです。新しい単語増えた今日。まあはデビルあは夢。悪夢をキャッチする。キャッチするの。まあまほな、さ、その、取り除くんやろ。取り除くあ変態の言葉だよ俺、変、なんか。 俺、変態なことをやってる時だけに聞くフレーズ、それ。取り除く、うん、違う違う、まあ。じゃあ分かった、えっと、じゃ消す、デリートやとしよう、デリート。じゃあもうその、ナイトメアデリートでいいやん。なあ。これ、ナイトメアデリート。ナイトメアデリートでいいやん。うわな。ドリームキャッチャーっていうさ。おぉ。オッケー。なん, <Okay. S 2> なんかその、ちょっとその、トースは、それ、バイデン。ああ、いや、バイデンはインディアンとは関係ない。ごめんなさい。 あの俺のチーフ <laughs> チーフテンにちょっとセメノートライブのチーフテンにちょっと行ってくるわそのドリームキャッチャーっていう響きが、うん、そのうちらさジョジョ好きやんかああいやジョジョダニエルがいつもジョジョの何がおもろいかって言ったらその英語の使い方がおもろすぎるみたいなあ<ー>言うねんけど <Yeah. S 2> それに感じるのや私はドリームキャッチャーみたいなああ<ー> 見える感じなるほどねなんかスタープラチナムみたいなの俺が笑っちゃうのがドリームキャッチャーもうなんか笑っちゃうっていうかなんかなんかなでもリアルで俺ずっと言ってんやけど俺ジョジョの自分がキャラクターになるとしたら俺のスタンド名は絶対ドリームキャッチャードリームキャッチャーの悪夢を取り除くスタンドややかっけえ優しすぎんええやつやんただのええやつやん たぶんそれって日本で言うさ、うん、おフだよな。ああ。あのー、ごめん、おフだよなって知らんか。あのなんかさ、見たことない。うんうんうん。紙をさ、文字書いてあるやつ。ああ、なんかゴーストとかの頭にパシって。そうそうそう、そキョンシートあ。あれ、ティッシュペーパーじゃないのあれ。違うわ。<laughs> あんなもんティッシュペーパーつけてどうすんねん。<laughs> あ,あの見づらい、見えづらいってなるだけやん。そう、俺、なんか。へ 読めないから、なんか、拭いた後、お化けの頭に、パシって、ティッシュペーパー貼ってるだけかと思ってた。汚いな違います。それじゃないの、あれ。違います。お札。まあ、そう。ティッシュペーパー。ティッシュペーパーじゃない、お札。オッケー。うん。お札、お前、ドリームキャッチャーの仕返ししてくんな、やばい。私がコースターって言ったから、つって。そうだ。だから、その、まあ、ちょっと使い方は違うかもしれんけど。日本のさ。 旅館とか旅館はあれかとかどっかまあ古い家とか行ったらちょっと、うん、あこういう掛け軸みたいなの後ろとか見た方がいいでお札あったりするかもしれんあ隠すものなのあれってあんま外に出してるイメージないかもえじゃあなんか日本人の家のなんかペインティングとかなんか飾りの裏にあるかもしれないってことかもしれないよ o 聞いてる外国人の皆さん、今度日本人の家に行くときに全部飾ってるものの後ろの側をチェックしてくれ絶対やめてください、ごめんなさい、本当も,もういらんこといらんこと絶対うんこついてるティッシュペーパーがあるから <laughs> ない、またほらあの外国人怒られんで、うん、<laughs> 最近インバウンド増えてきて悪いことしてる人がいっぱいおるって問題になってんねんから、うんうん、みんなちょっと行儀よくしてね。あの 僕も僕も急におきちんとするやん <laughs> 俺は違うよじゃないね <laughs>、ま、<laughs> 俺もなんかお尻拭いた後壁につなんかパシッってやったら許されない、うん、許されないわ <Okay. S 2> シンプルにあのマナーはマナー悪いところじゃないめちゃめちゃ悪いことしてるあのじゃあ一回ドリームキャッチャーの話だけど、うん、あ俺の確か丸いところあるやん うん、網の部分やっけああ、その丸い中のところ、なんかついてんだよね。え、水ああ、それもあるかもしれないけど、俺のは違う。うん。覚えてる何ついてるか。え、石。ああ、近い。いやいやあの、あはいはい、さっき私、石言ったかも。ターコイああ、ターコイズはよくいあるある。 違うか。で、でも、俺のは、あのー。マーブルチョコ。<laughs> ごめん、あのー、突っ込みじゃねえから、俺。ごめ,んご,めんごめん、ごめ <laughs>、うん、ごめん、ごめん、like。オブシディアンラック。な、<laughs> 余計分からへん、なに。オブシ、オブシディアンロックを。うん、なんか、真っ黒の石を、さっさっさってやって。い、あの、棒の先っちょにおいて、動物を殺す。<laughs> 槍?。いや、でも、その、先っちょの、おし、あのー。 石、真っ黒のオブシディオン。オブシディオンと思う。黒曜石、なん何やろんかそういう名前があるんかオブシディオン。エロヘッド。エロヘッドエロヘッド。それは俺。俺じゃないのよ。エアロヘッド。エロヘッド。女性が風呂入ってる時にちょっと覗いて。エロヘッドや。お前しか正解知らんねん今この場で。オッケー、エロヘッド。あのトライアングル。 まあトライアングルだけど、あの、めっちゃもう切,切られちゃう。あの、ダイヤモンド <laughs> まぁ、あ、ジョジョ、ちょっと一回離れて。<ん> <laughs> いや、ダイヤモンドは砕けないじゃなくて。いや。ちょっと調べようかなじゃん。アロヘッド。あの、ま、絶対わかる。あの、昔の民族、いつも棒の先ちょっとか。え、ちょっと綴り教えて。ARROW。R R o w、あ、あ、えあだから、弓やか。うん。 でもよく黒い石いや、yeah, that's an arrowhead.、えー、そうそうそう。あの見てる人たちはちょっと俺イメージ出すわ。う。ん。えー、が確か俺のドリームキャッチャーの真ん中にパンってあるの。えー、それ意味がある。ああ、悪夢をぶっ殺すの。 殺し方で決まるんほな、銃弾の人もいるんいや、そう、そうそうそう、バイデンは確か、バイデンのドリームキャッチャーには真ん中に弾丸が一つついてる。もうやめろ。また信じる人おるから。なあ違うやろうん全部お前イエスで答えんな。うんうんじゃなくて。そうそん。じゃあ、俺のドリームキャッチャーの色覚えてるえ、だから、青、青。ターコイズブルー。ああ。 それがすごい印象的やった。だかわいいなと思って。あれね、うんあ。ちょっとパーソナルに入っちゃうけど、<laughs> 急にパーソナルなお話をしてくれるそうです。俺、育ちはずっとブラウンだったの。それが基本定番。なに肌の色 yeah, yeah, yeah. Like, はいやいやいや、はいはいはい。たぶんなんか牛の肌から作られてるかわかんないけど、なんか、レザーなの、あれ。 ああ、俺ねって言ったからさ、あんたの作り方みたいになったよ、今。<laughs> ななびっくりするやんな。なあ、バファロービールじゃないから、俺。<laughs> なんかね、なるほど、ちょっとごめんなさい、バファロービールが分かんなかったよ。あの、アメリカのホラー映画の、うん、あの、人を捕まえて、うんあの、水取るやつあるやん、深いウェル。えっと、井戸ね。そう、井戸、人を捕まえて、うん、井戸の下に置いて。うん ずっと水をピシャーってやって、うん、ローションを送るの下に、うん、でローションはローションを肌につけなさいってやらなかったら水でブシャーって拷問して、うん、なぜ肌をつけるっていう理由は、うん、保湿する理由後で全部肌を切ってその人が切るのん、えー、やねん気持ち悪いバッファロービルマジで気持ち悪いだからそれの話 <laughs> してないわしてないねん見たくない映画が一個増えたわ、うん で続けて何あ何の話だっけ怖っ。<laughs> お前のドリームキャッチャーの話じゃないのかあ基本定番ブラウン。色,色がね。でも俺のはターコイズブルー。いや、ちょっとあのー、ドリームキャッチャーの世界のギャル。いやね、<laughs> そんなやついてたまるか。<laughs> そう、だからインディアンの友達が家に 来たらあれ見てなんやお前なんでギャルのドリームキャッチャー飾ってんだようになるう、えー、なぜかっていうとあれはもともともとカノからもらったやつもお前のもと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 カノはギャルなんやインディアンギャルインディアンギャルなんやうなんん。なんいやあのちょっとかわいいプレゼントもらったの それがドリームキャッチやって、ていうかじゃあお前さ元カノにもらったもん飾ってるん。オッケー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 。Hold on, hold on, hold on。そういうことになりません。Hold on, time out, time out。変な別れ方じゃなかったし、no bad blood。no bad blood。変な気持ちじゃない。へー。ピースフル f u l で別れた。no no bad blood。no bad blood。の悪い血。うん。へー。で、だからなんか。 捨てれなかったの、まあ確かに。だからターコイズの色。インディアン界のギャルからもらった <laughs> ドリームキャッチャーやから。すごい言葉が並んでるな、ね。インディアン界のギャルからもらったドリームキャッチャー。<laughs> このエピソードのこのポッドキャストのエピソードのタイトル決まったな。ハイライト。あ、そう。Yeah. 基本はちょっとそうあれかわいいのいやかわいいなと思ったもんは。Yeah, yeah, yeah. じゃあ間違ってなかったよね私の感覚はねいやいやでも<ー> yeah, インディアンのよくそれピックアップしたなうんうんなんか気になってん、うん、多分お土産っぽかった <laughs> スベニアでもあの,あのさアメリカでよく、うん、なんかロングドライブするとき、うん、アメリカ日本と違って広いじゃんなんやねんお前 これいつも言うけどお前の国が広すぎるからな,なんか次の街に行くためにその運転する道路が何もない時があるのはいはい本<当>もうお店とかないんやルート66とかはいあのでギャススタンドが俺たちのコンビニ、うん、はいはいで時々あのギャススタンドで、うん、そういうインディアンまあ俺が住んでる場所はそのインディアンの商品がちょっと置いてあるのよく、うん、そうやって地域どこになるの大体サウスウェストサウスウェスト アリゾナニューメキシコ、テクサス、カリフォルニアのあそこあたりは<ー>ギャススタンド入るときにインディアンの商品がいっぱいあったりん<ー>でそれはドリームキャッチャーいっぱい売ってるから探したければ you know. お土産で <Yeah. S 2> 私も絶対行ったら買って買うわいやあの買ってあげるよあ本当にいや <Yeah. S 2> じゃあ私あの交換でお札あげるわいやうん OK <laughs> なんでちょっと嫌そうよね。<Yeah. S 2> いや嫌であってんね。んけどな,なんかもう俺のイメージ、俺がコースターあげて、こっちがティッシュペーパーあげてるんしかもう。<笑><笑>じゃあもうそれでいいや。それする。<laughs> うん。はい。ということで、今日は、えー、ちょっとドリームキャッチャーの話を私が気になったから <laughs> させていただきました。<Yeah. S 2> はい。あら、ピースアウト